キング&プリンス、高橋海人とストーンズ、森本慎太郎が主演を務めるドラマ、だが、情熱はある、毎週日曜夜10時30分から11時25分、日本テレビ系、は、2023年4月クールで放送される。この度、同ドラマの追加キャストとして、渋谷凪、NMB48 と中田聖奈の出演が発表された。高橋&森本それぞれが恋する女性役。同作は、オードリー、若林正康と南海キャンディーズ、山里亮太の反省を書いたドラマ。自分が何者かわからない、でも何者かになりたい。極度に人見知りな超ネガティブ男と、被害妄想と嫉妬に狂う男が、いばらの道をもがき苦しみながら突き進む、道に迷うすべての人に送る、青春サバイバルストーリー。山里亮太が好きな相手、丸山かりん役を渋谷凪、NMB48 が、若林正康が好きな相手、橋本智子役を中田聖奈がそれぞれ演じる。渋谷は本作品が連続ドラマ初出演となる。渋谷凪、NMB48、すでに役作りの準備は万端です。いつもお世話になっていて尊敬しているお二方のドラマに参加させていただけることを、心から嬉しく思います。私は山里さんの彼女さん役ですが、普段から山里さんのお優しく紳士的な振る舞いに心つかまれておりましたので、すでに役作りの準備は万端です。連ドラ初出演ということで、緊張でいっぱいですが、素敵な共演者の皆様とご一緒させていただける幸せをかみしめながら、視聴者の皆様に楽しいドラマをお届けできるよう頑張ります。中田聖奈、とても面白そうな作品だなと思っていた。橋本智子役を演じさせていただきます。中田聖奈です。このドラマの制作が発表された時、とても面白そうな作品だなと思っていたので、自分も参加できることになり楽しみな気持ちでいっぱいです。スタッフ、キャストの皆様と共にドラマの情熱を感じながら、丁寧に役を演じていければと思っています。